はい、皆さんこんにちは。吉村農園の吉村です。はい、今日も始まりました吉村農園の農業日記ということで、今日もですねご視聴いただきまして誠にありがとうございます。そしてですね、今日の作業内容なんですが、いちごの収穫、そしていちごの管理作業、今日はね、撮影日土曜日なので、まあ接客なんかもね、行っております。で、今日の動画の内容なんですが、前にですね、まあちょろっと社長の方がお話ししたんですが、メリクリン苗ですね、メリクロン苗の管理ちょっとミスっちゃったんだよなっていう話をね、動画内でしていて、そのミスっちゃったところのね、現状のお話を今日はしていこうかなと思いますので、ぜひぜひご覧ください。これ皆さんはね、ミスらないようにという、まあ、なんでしょう、反省動画になりますんで、ぜひぜひご覧ください。では早速、行ってみよう。はい、今日なんですが、親株の準備をね、吉村農園でももう始まっておりまして、まあ、今回、その準備をしている段階でちょっとね、間違ってしまったというか、ちょっと管理を間違ってしまったので、まあ、皆様にはこうなってもらいたくないということで動画を今撮っていますので、ね、よろしくお願いします。はい、こんにちは。ね、今日は来年の親株の、メリークリーン内の、ちょっとね、失敗。そうですね。管理の失敗ってとこですかね。まあ、現物はこう。まあ、そうですね。ちょっと映していきますね。はい。ちょっと下げていきましょう。ね。種類は、ベイマスと、すごいな、これ。はい。青鬼のとちおとめ。はい。なんで赤くなってるかっていうと。このあたりが、だいぶ、うん、すごいですね。息をちょっとかけすぎちゃったの。倍率、間違った感じですか？間違っちゃったの。あー、まあ、濃すぎたのかな。濃すぎただけです。ちょっとすごいね。はい。来た当時ちょっと赤かったもんで、はい。どうにか色つけて伸ばしてから、ポットに定植しようかと思って、はい。ちょっとかけすぎちゃったな。はい。ちょっとね、苗屋さんの方から届いた時はちょっと弱かったから、ちょっと、早く伸ばそうとしてね、よく書いちゃったから、失敗したってことですね。ちなみに、なんですけど。枯れてはいないんですけど。枯れてはない。そう、新芽は、根っこの方はもうね。はい。ちょっと見しても。見ると、もうだいぶ出てきてるんですよ。はい、ああ、白根が。そう、最初はこれがなかった状態なんですけど。はい。これが来てるから。はい。まあ、枯れはしないからこのまま管理して。はい。でもちょっとこれでね、まあ遅れるうちのと、はい。あと気分的にね。うん、なんか見た目的な問題っていうのも若干ありますからね。一本250円だからさ。高いですよね。頭痛い。はい。まあ、管理していくっていうことで、やっぱり、薬剤でも、液でもやっぱ適量、まあ、薄い方が失敗しないんで、はい、なるべくなら適量よりちょっと薄めぐらいでかけていくっていうのが一番いいですね。はい、ちょっとね、忙しかったもんで、液をかけられないからちょっと余計目にかけちゃったっていうことですね。はい。やっぱり仕事は追っかけるようにしてやらないと、うまくいかないな。追われちゃっちゃダメだな。はい。っていうところを、皆さんはそういうことがないように、予定通りっていうのはまあ無理なんですけど、ほら、天気がどういうふうに崩れたり何かしたりすると、作業は予定通りできない場合もあるから、うん、でも、やっぱり心の余裕っていうのは必要ですね。はい。ちなみになんですけど、こんな感じに一応なっちゃったじゃないですか。はいはいはい、今後の一応管理はこれどうするんですかね、これは。すくすくトレーに一本ずつ植えて、この、はい、今度は、今はこれね、まだハウスの方がよく仕上がってないもんで、はい、まあそちらへ行ったらポットへ植え直しして、はい、毎年同じように管理していくっていう段階です。はい。はい。まあ、現状としては今のところはこう、ウォーターカーテンがあるハウスの中で管理をしているって感じですね。ちょうど今日あたりで9度ぐらい。まあまあ、はいはいはい。外はマイナス1度ぐらいだな。はい。やっぱりウォーターはとても暖かいです。はい。でもやっぱり管理はまずいな。こういうのはね。はい。来年にかけて、これもね、ダメになっちゃったって捨てるわけいかないから、値段も値段だし、これしかないから、あと、普通の、別な苗も買ってるんです。これはメリクリーン苗なんですけど、普通のやつは3月の中旬に、宅配で、
三好さんと J さんの方から入ってくるから、それはもうプランターに直接植えちゃう。これは小さいから直接プランターには植えられないんですよ。だからこう、だいたい6センチぐらいのポットに植えて、で管理しておいたら、根が張ってきたら、それをすくすくの方へ植えるっていう段階で持っていきたいと思います。はい、わかりました。はい。まあ皆さんはね、失敗しないようにってことですね。そうです。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。ではですね、動画いかがだったでしょうか。今日はですね、メリクローン苗のですね、メリクローン苗の、ちょっと反省動画をちょっと撮ってきました。まあちょっと管理の仕方をね、ちょっとね、液肥を濃くかけすぎてしまったこともありまして、若干枯れちゃったような感じなんですけど、まだね、ただ死んだわけではないので、まあ今後継続して管理をしていってですね、まあ来年の一応親株で使うも苗なんでね、これをね、全滅させちゃうと非常にもったいないんで、1本で250円するって意外と高額な苗なんでね、ちょっとね、今後はちょっと頑張って管理をしていって、復帰をしていこうかなと思いますんで、ぜひね、この過程もまた動画撮ってきますんで、ぜひぜひご覧ください。ではね、次回の動画はですね、月曜日にまた動画が上がりますので、ぜひぜひご覧くださいね。では、これが農業です。はい、こんにちは。いつも一言っていうことなんですけど、今日は土曜日でちょうどね、お客さん接待でちょっとね、変わった帽子をかぶりながら、お客さんと話してました。今日はお客さんと話してる中の一つの話をしたいと思います。ね、埼玉の県職員の方が来て、やっぱりね、農業のことで話をしてたとき、やっぱり農業っていうやつの矛盾ですね。その人らも分かってんだね、やっぱりね。ある程度の年代値が年を取った方で、ちょっと農業に関する法律ですね、農地法なんてやつは、やっぱりね、時代に合ってないっちな、その人も言ってた。でも私は言えない。その方も私一人がどうこうできる問題でもない。私もそう思いました。システムとか何かが一度できちゃうと、なかなかそれを変えられない。だから法律とか法案が通っちゃったら、それに従わなくちゃなんないっていう、その法治国家っていうことですね、日本はね。これだけいろいろなシステムができてると、明治からのつながってった、もう法律に縛られて、新規就農とか、耕作放棄地のたくさんあるっていうことが、やっぱり誰も分かってんだね。でも変えられない。どっかで変えないときっとね、今4割かな、耕作。これが6割ぐらいまでは行くでしょう。残るのは、まあ田んぼ。畑はほとんど全滅しちゃうかもしれない。その中でも変えられない。これは法律だから、自由に、農地を何かいいことに活用するとか何かちの、誰も分かっててもできないっていうこの矛盾。でも、こういうメディアとか私なんかもこう話す機会ができたんで、でもね、何か変えたいっていうより少しでも変えて、状況を分かってもらって、古い法律とか縛りは、だんだんちょっと緩やかとか時代に合ったように変えていく。変えていかないと、新規就農とか新しく農業を志す人はみんなくじけて結局はやらない。だから農家人口は減っていっちゃうっていうその矛盾。誰も分かってんだなーっていうのが分かりました。まあそのようなとこです。以上です。